さこ、明日から私たち新婚旅行だから、いつもみたいに急に家に来ても誰もいないからね。え、明日からってまだ聞いてないの？何のこと？何のことって、新婚旅行私が行くことになったんだけど。え、何言ってんの？そりゃいつも好き勝手私のもの取っていくけど、さすがに新婚旅行よ。何の冗談？何の冗談も、こんな冗談も。明日からのタヒチ旅行は私と純一さんが行くの。待って、まさか朝子、あんた私の夫まで手を出したの？ピンポーン。てっきり純一さんから話が言ってると思ってた。まあさすがにそう簡単には言えないか。双子の姉に乗り換えますなんて。なんで？いつから？そんなの両家顔合わせで集まった時からよ。結婚前から？私あの日優子と同じ黒のワンピースだったじゃない。だからたまたまお手洗いに立った時に優子に間違えて声かけてきたのよ。確かに黒のワンピースだったし、髪型もメイクも同じだったけど。ねえ、もしかしてそれも計算してたの？計算なんて人聞きが悪いな。だってそうじゃない、いつもいつも私のものばっかり撮って、高校の時の彼氏だって撮ったし、その時も最初は私になりすましてたでしょ。そんな昔のことまで覚えているの？っていうか私よりイケメンの彼氏とか許せないんだけど。双子って言ってもお姉ちゃん私なのよ。妹は少しくらいわきまえてくれないと。だからって純一さんまで取るなんて非常識にも程があるわ。分かっているの？私たち恋人じゃないの、結婚している夫婦なの。もしかして慰謝料のこと言ってる？ゆうこってがめついね。実の姉に慰謝料請求するなんて。まだ純一さんに確認取ってないから一旦保留にするけど、単純に恋人を奪うのと旦那を奪うのって全然違うことだってわからないの？どっちも優子のものを取ることに変わりないじゃない？とにかく純一さんから返信来たらまた連絡する。純一さん、私の家に来たよ。明日からの旅行のために大きい荷物持って。純一さん全然連絡取れないんだけど。あらあら、逃げてきたってことかしら？本当にそこにいるの？だから本当だってば。電話に出て、それから純一さんに代わって。なんか純一さんが嫌って言ってるからダメ。代わりに純一さんがここにいる証拠を送ってあげる。彼の旅行カバン。カバンに貼ってあるシール、私とアメリカ行った時に買ったやつ。ねえ、本物でしょ？本当なの？だから本当だって言ってるでしょ。しつこいな。朝子って本当にバカだったのね。しかも純一さんまで。私の見る目のなさを恨むわ。負け惜しみ？だってそうでしょ。新婚旅行は私と純一さんの名義で契約してるし、こればっかりは私になりすまして行くことなんかできないわよ。なんで？チケットの名前は私なのよ。どうやって朝子がそのチケットで行くのよ。ゆうこのパスポート使ってに決まってるでしょ。え？ゆうここそバカね。何の計画もなく行こうとするわけないじゃない。貴重品入れたパスポートがない。純一さんに事前に貴重品入れてるところを教えてもらって、一昨日ゆうこの家に行った時拝借しちゃった。あんたそれ自分が何やってるか理解してるの？私とゆうこって顔も背格好も一緒だし、髪型とかパスポートの写真真似すれば余裕でしょ。生体情報の読み取りがあったらどうするの？生体情報？何それ？指紋よ。私登録してるからね、パスポートに。え、そんなことまでしなきゃいけないの？めんどくさいな。ほんと非常識。でも双子だし指紋だってどうせそっくりよ。大丈夫大丈夫。そんなわけないでしょ。その自信がどこから来てるのか知らないけど、とにかく純一さんと私の家に来て話し合いたいから。話し合うって何よ？だって純一さんは私がいいって言ってるんだよ。私もタヒチ行ってみたかったし。朝子はその後どうするつもりなの？純一さんと結婚するの？まあそこそこ収入あるし、優子たちの家正直羨ましかったのよね。そこに住んで悠々自適な専業主婦ができるならそれはそれでいいかな。結婚とか興味なかったけど、
じゃあ純一さんと結婚するってこと？まあそれはのんびり考えるわよ。ところで優子、お土産何がいい？お土産なんかいらないわよ。そんなことよりこっちに来る気がないなら私からそっちに行くから。そう来ると思ってもう家出ちゃいました。明日の出発まで空港近くのホテルに泊まってのんびりするわ。はあ？だから人のパスポートで旅行できるわけないでしょ。特にお土産のリクエストがないなら適当にタヒチって書いてある T シャツ買ってきてあげるね。それから私がその家に住むかもしれないからなるべく綺麗にしておいてよ。ちょっと待ちなさいよ朝子。私がその新婚旅行をどれだけ楽しみにしてたか、どんなに仕事頑張ってきたか、ちょくちょく家に来てたあんたなら知ってるでしょ。知ってるわよ。いつも残業してお疲れ様でした。私のタヒチ旅行費を捻出のためにごめんね。でも新婚旅行費すら全額純一さんに出してもらえないくらい冷めていたってことだから、あしからず。あんたのせいでしょ。ゆうこ、残業ばっかりだからここまで簡単だったわ。ほんと、いつもいつも私のためにありがとう。ゆうこは私にとって幸せを運ぶコウノトリね。それじゃ、もう用済みなんでどっか飛び立ってください。そんなに浮かれて後で痛い目見ても知らないから。今までそんなことあったっけ。今回はいろいろと違いすぎるわ。はいはい、負け犬は月に向かって吠えててね。それじゃあバイバイ。ちょっとゆう子、どういうことよ。なんでチケット発券できないのよ。だって旅行キャンセルしたもの。え、なんで。私が行かないんだからキャンセルするのは当たり前でしょ。ほら、キャンセル待ちしてる人もいるだろうしさ。だからって、どうして純一さんに何の相談もなくキャンセルしてんのよ。そっちも私に何の相談もなくいろいろ勝手にやってるんだから、おあいこじゃないかしら。ふざけんじゃないわよ。キャンセル取り消しなさいよ。いい加減常識を学んだら。人のパスポートで出国できるわけないし、ましてや入国審査って厳しいのよ。飛び立って向こうで捕まるよりマシでしょ。大げさよ。ああ、もうせっかくのタヒチ旅行だったのに、このために一週間派遣の仕事休んでるのよ。知らないよそんなこと。純一さんもお休みもったいないから仕方ないし、このまま北海道旅行にするけど、旅行の費用と慰謝料優子に払ってもらうからね。むしろ新婚旅行のキャンセル料と慰謝料払ってください。はあ、なんで私が。もちろんそこにいる純一さんもね。だからなんで私たちが払うのよ。勝手にキャンセルしたのはあんたでしょ。勝手に浮気したのはあんたらでしょ。絶対払わないからね。相変わらず可愛げない妹だわ。もう家族の縁切りたいくらいだけど。とにかく私はこれから北海道のチケット取らなきゃだから。あさこが行くのは北海道じゃないよ。え？空港の警察に連絡したから。警察？なんで？なんでって、私のパスポートを勝手に持ち出して不正利用しようとしていたから。なんだよ、結局使ってないんだからいいじゃない。だとしてもパスポートを勝手に持ち出したのは事実だし、被害届はちゃんと出しとかないと。嘘でしょ。お姉ちゃんがしたことなのに被害届とかふざけたもの出したの。いくら身内でもやっていいことと悪いことがあるし、この件に関してはやりすぎたわね。いつもなんだかんだ許してくれるじゃない。今回もどうせ許してくれるんでしょ。警察とか被害届とか冗談よね。いつもは警察に言うレベルのものじゃないし、ただの身内のごたごたで終わるようなことばっかりだったから、どうしたらいいのか二の足を踏んでいただけよ。でも今回は警察に連絡できることをやってくれたから助かったわ。マジ？今二人のことを探していると思うから、そのまま空港に留まっててね。それから純一さんとは正式に離婚するから、結婚するならどうぞご自由に。こんな状況でそんなことどうでもいいわ。警察に嘘でしたって言いなさい。旅行のキャンセルを取り消せって言ったり、警察に嘘でしたって言えって言ったり、私は朝子と違って浅はかな考えで生きてないから。ちゃんとよく考えて行動してるの。今さら取り消すわけないでしょ。浅はかな考えって何よ。だってそうじゃない、人のパスポートで出入国できるわけないのに。ただ顔が似てるってだけで何とかしようとしたり、純一さんの稼ぎは並レベルなのに、
浮気して結婚もいいかなって浮かれたり。波レベル？駅近の広いマンションに住んでいい生活してるじゃない。十一さんの稼ぎがいいからでしょ。あの人を月収手取り20万よ。え？じゃああのマンションでの生活は？私の方が手取りが多いの。2馬力だからそこそこ自由な生活ができてるのよ。嘘でしょ？だってあんた会社出たらパソコンいじってるだけだって。どうせ普通の OL なんじゃないの？あのね、パソコンいじってるにもいろいろあるでしょ。私システムエンジニアなのよ。需要があるからそれなりに稼げているの。それじゃあ私十一さんと一緒になっても贅沢できない？このマンションは私名義だし、十一さんの稼ぎだけで暮らすならもう少しランクを落とさないとね。新婚旅行だって折半にしているのは純一さんに金銭的余裕がないから。残業していたのも単純に忙しくて休みの調整をするためよ。そんな話が違うわ。ってことで離婚して双方に慰謝料請求します。おとなしく反省してください。本当は刑務所に行ってほしいけど、どうなるかわからないからもう一生目の前に現れないで。待って、ゆう子、そんな冷たいこと言わないで。たった一人のお姉ちゃんじゃない。お姉ちゃんのこと見捨てるなんてしないわよね。しますけど何か？お願い、警察沙汰になったら派遣切られちゃう。そしたら生活できなくなっちゃう。自業自得だね、お姉ちゃん。ゆう子、お願い助けて。もうゆう子から何も奪ったりしないから。あさこはその後、空港警察に連れて行かれたようです。事情を知っていて貴重品のありかを教えた純一さんにもこれ相応の罰が下るようで、二人は執行猶予付きで前科持ちになりました。二人とも会社も派遣もクビになり、今はバイトを掛け持ちしながら新婚旅行のキャンセル料と慰謝料を捻出する毎日だそうです。おいミカ、お前ってやつは最低最悪な女だな。え？まさかお前がこんな女だったとは。ミカ、お前はがっかりだよ。え？この浮気女が、よく俺という存在がいながらよその男と浮気なんてできるな。え？どうしたんだよ、愛する俺にバレてビビってんのか？あ、ちょっと待って、あんた誰？は？お前そんなこと言って無理やりごまかすつもりか？しらばっくれても無駄だぞ。俺の他に男がいるのは分かっているんだからな。だからちょっと待って、まず私たちの関係を整理しましょう。は？ゆうたってあのゆうたよね。私と一年も前に離婚したゆうたよね。ああ、俺だよ。覚えてるくせに誰ってひどい女だな。離婚した原因覚えてる？あなたがよその女と浮気したから離婚したのよ。そして俺は男のけじめとしてお前に慰謝料も払ったよな。ええ、その通りよ。つまりあなたが原因で離婚して、1年も前から私たちは他人なの。それなのになんであんたに浮気女って責められないといけないのよ。そりゃお前が浮気女だからだろ。お前には復縁予定の俺がいるっていうのに。はぁ？なのに知らぬ男と仲良さそうに食事をしていたよな。あれは立派な浮気だぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。復縁予定って何よそれ。何って約束しただろ。ミカ、まさかお前はその約束を忘れたのか？約束？そんなの私はしてないわよ。何言ってるんだよ。離婚した後に約束したじゃないか。ミカ、お前は俺から慰謝料を受け取ったよな。慰謝料を受け取ったってことは、すべて許して俺と再婚するってことだよな。はぁ？何ですって？俺、離婚になって初めてお前の大切さが分かったんだ。浮気して傷つけたことをすごく後悔した。だからお前の言い値で慰謝料も払ったし、この一年間、浮気相手と別れるために頑張ってきたんだ。はぁ？それでどうにか円満に別れることができたのに、せっかくお前を迎えに行くつもりだったのに。なのに何なんだよあの男は。あれだけ俺を責めたくせに、お前の浮気なんて最低だぞ。はぁ？俺がどれだけこの日を待っていたと思うんだ。なのにお前と言ったら他の男と浮気なんかしやがって。この浮気女が俺を裏切ったことを後悔させてやるからな。はぁ？私独身だけど。え？浮気なんてしてないし、そもそもあんたとやり直すつもりもないんだけど。え？
でも他の男とご飯を食べていたじゃないか。しかもタクシーで家まで送ってもらって、俺は全部知ってるんだからな。ご飯とタクシー？多分それ私の弟だと思うんだけど。確かユータは会ったことがないわよね。ついこの間5年分に海外から帰ってきたの。その間に結婚も離婚もしたから、ユータは写真と数回の電話しかしたことがないと思うんだけど。じゃああれ本当に弟くん？浮気相手とかじゃなくて？だからそう言ってるでしょ。あんたとも離婚に懲りて男を作る気力すらないわよ。もちろんそんなあんたとの復縁も絶対にありえないからね。なのに慰謝料を受け取ったから復縁？離婚後に私の大切さに気づいた？適当なこと言ってんじゃないわよ。もう二度と私に連絡してこないで。いや、ちょっと待ってくれよ、ミカ。俺は本当にお前が必要なんだ。あんたに必要なのは正常な頭だよ。それじゃね。次連絡してきたら覚悟しておきなさいよ。こんなのってひどいです。私からユータさんを取らないでよ。え？せっかくあなたから奪ったのに、ようやく彼が私のものになったのに、なのにどうして私から奪い取るんですか？ユータさんも私のものなんですよ。え？返してよ、私の彼を返してよ。なんで彼と4人なんて戻すのよ。ちょっと待って。あなたってユータの浮気相手の京子さんよね？そうよ、あなたからユータさんを奪い取ってやった京子です。全く状況がわからないんだけど。はぁ？でもとりあえず確実なのは、私はユータと復縁なんてしないわよ。誰が浮気が原因で別れた男と呼びなんて戻すもんですか。そうなんですか？当たり前でしょ。だからこんな連絡してこないで。私はもうあなたたちと関わりたくもないんだから。でもユータさんがあなたとよりを戻すからって、だから私に別れを切り出したんですよ。私のお腹には子供だっているのに。ちょっと待って、京子さん、あなた妊娠しているの？はい、2ヶ月後には出産予定です。もちろん子供の父親はユータさんです。それなのにあいつ、身重のあなたを捨てたっていうの？そうなんです。最初は私の妊娠を喜んでくれていたんです。だから席を入れるために私の実家に連れて行ったら、やっぱり別れる。俺はミカとよりを戻すことにした。って、え？実は私の実家はちょっとした田舎農家でして、略奪婚や妊娠のことも心よく思っていなくて。まあ大抵の親ならそう思うわよね。それで結婚するなら絶対に婿になることってお父さんがユータさんに迫ったんです。そしたら彼、実家がこんな田舎だなんて聞いてない、俺は土いじりなんてしたくないって、私と別れてミカさんと再婚するって。なんて男なの。つまりあなたの実家から逃げ出すために私と復縁するってわけね。実家のことは付き合ってた時にも言っていたんです。でもユータさん、そんなの聞いてないって。都会育ちの俺が田舎暮らしなんて絶対に嫌だって。うわぁ、私にはユータさんしかいないのに。略奪なんてバカなことをしたって自分でも分かっています。でも子供ができて私、覚悟を決めたんです。もうこれからはこの子に恥じないように生きていこうって、ユータさんと一緒に頑張っていこうって。なのにこんなのって。京子さん、もうユータさんと連絡もつかないし、これが人から旦那を奪った報いなんですかね。あなたにかける言葉は見つからないけど、なんとかユータと話し合いができるといいわね。まあミカ、昨日はいきなり怒った連絡してごめんな。浮気だなんて誤解して悪かったよ。私もう連絡するなって言ったわよね。そんな冷たいこと言うなよ。俺も怒ってなんかいないからさ、今度2人でご飯でも食べに行こうぜ。は？よりを戻す前にまず仲直りしないとな。ゆっくりご飯でも食べようぜ。よりも戻さないし、仲直りだってしないわよ。そんなこと言うなよ。お前だって独身ならちょうどいいじゃないか。っていうか独身なのも本当は俺を待っていたからだよな。は？俺離婚して本当にお前の大切さが分かったんだ。今すぐお前を迎えに行くから、また一緒に暮らそうぜ。あんたが迎えに行くのは浮気相手のところだよ。私のところに逃げ切れると思ってんじゃないわよ。え？聞いたわよ、私と離婚してまで選んだ京子さんを捨てたそうね。あと2ヶ月で出産するっていう身重の京子さんを。なんでそれを。
彼女本人から聞いたのよ。え？彼女の実家に婿に入れって言われたそうね。でも都会育ちの俺は田舎暮らしが無理なんだって。よくもまあそんな貧弱なことを堂々と言えるわよね。いや私は避難所じゃないのよ。元妻のところに駆け込めば京子さんが諦めてくれるとでも思ったのかしら。それは身勝手な理由で離婚したくせに身勝手な理由で復縁しようなんて、本当にあんたは何も変わっていないのね。なんだよミカ、俺と復縁なんてお前も本当は嬉しいだろ。バツイチなんて男が一切寄ってこないもんな。内心は俺から連絡が来て嬉しかっただろ。は？それ本気で思ってるの？頼むよミカ、俺を見捨てないでくれ。そのいろいろあったけど、俺が今大事にしたいのはお前なんだ。その気持ちだけは本当なんだ。大事にしたいね。お願いだ。たった一回でいい。10分でもいい。俺の話を聞いてくれ。直接会って話ができないかな。聞く価値もないのは分かってるけど、これで私に連絡をするのが最後って言うなら会ってもいいわよ。本当か？それじゃ、明日駅前のズタバでね。10時に来ること、1分でも遅刻したら二度と会わないから。ありがとう。明日10時だな。1時間前にはいるようにするよ。ふざけんな。おいミカ、お前俺を騙したな。なんで京子なんて連れてきたんだよ。だってゆうたに会いたいって言っていたんだもの。連絡もつかないって言ってたし、それなら直接会わせてあげようかなって。どうしてくれるんだよ。せっかく京子から必死に逃げてたのに今大変なんだぞ。彼女の両親もその後に来て、俺は今彼女の実家に連行されているんだ。あら、そうなの？展開早くていいわね。いやー、いい人助けをしてあげたわ。何が人助けだよ。っていうか、なんでお前があんな奴を助けるんだよ。京子は俺とお前が離婚した原因の女なんだぞ。ええ、そうね。だよな。つまりお前にとっては敵だろ。なのになんで京子のために動くんだよ。でも私、彼女から慰謝料もらったの。え？離婚の時、ちゃんと彼女は私に慰謝料払ってくれたの。それがなんだよ。旦那奪ったんだ。慰謝料だって支払って当然だろ。私もそう思うけど、ゆうたが言っていたじゃない？慰謝料を受け取ったってことは、もう許したってことだって。え？だからゆうたの価値観には、私は慰謝料をもらった以上、京子さんを許すしかないみたいなのよ。だからもういっそ、彼女に協力しようかなって。え？それに京子さん、今妊娠してるのよ。過去にいろいろあったとはいえ、妊娠してる人は見捨てられないじゃない？いや、でも、ああ、ごめんごめん。あんたは簡単に見捨てられる人だったわね。2ヶ月後に出産が控えてようがなんだろうが、自分の方が可愛いんだもんね。なんだよ、その言い方は。ミカなら分かってくれるだろ。俺は都会生まれ、都会育ちなんだ。は？そんな俺が田舎に向こう入り、しかも農家なんて絶対に無理だろ。俺は汚れるのがすごく嫌いなんだ。土いじりが仕事だなんて、絶対に無理だからな。何言ってるのよ。農業はすごく素敵な仕事じゃない。美味しい野菜を作るのってすごく難しいのよ。それはそうかもしれないけど、別にそれは俺ができなくてもいいだろう。そんなこと言うんだ。なら京子さんの子供の父親はあなたじゃないとできないと思うんだけど。それはそうかもしれないけどさ。それじゃああとは京子さんのご実家で徹底的に話し合いをしてきてちょうだい。無事に大好きな都会に戻ってこれるといいわね。昨日はご協力ありがとうございました。おかげでひとまず彼を実家に連れて帰ることができました。あのバカだの話し合い頑張ってね。はい、頑張ります。本当にありがとうございます。私このご恩は一生忘れません。そんな風に思わなくていいのよ。ただあのバカをおびき出しただけだし。いや、もう本当にミカさんには頭が上がりません。私はあなたのことをすごく傷つけたのに、今だって恨まれてもおかしくないのに、助けてくれてありがとうございました。私、子供に胸を張れるように頑張ります。もう二度と道を踏み外しません。京子さん、もし話し合いの結果シングルになっても私の自業自得です。そんな男、既婚者のくせに他の女と遊ぶような男を選んだ私が悪いんです。絶対に子供だけは幸せにしてみせます。なんだかたくましくなったね。私から夫を奪った人には思えないくらいに。
こんな立場になって初めて人様の家庭を壊す最低さを理解できました。私のしたことは消えませんが、これからは子供に恥じない人になれるように頑張ります。元妻として一人の女性として応援します。大変なことはたくさんあるだろうけど頑張ってね。頼む、助けてくれよミカ。俺今あいつの実家に監禁されてるんだ。何言ってるのよ、監禁じゃなくて話し合いでしょ。昨日一日で終わらなかったのね。終わるわけないだろ、こんなの話し合いでもなくてただの脅しなんだから。え、何を言っても俺に責任取れって言うんだよ。責任取って京子と結婚しろ。それが嫌なら子供の養育費ぐらいは払ってもらうって。いや、当然の選択肢でしょそれ。ふざけんなよ、こんなのが当然なわけあるか。仮に養育費を選んだらいくら請求されると思ってるんだ。そんなの知らないわよ。相場の3万から5万とか。その数倍だよ、あいつの両親俺に数倍の20万を毎月支払いって言うんだよ。え、養育費で毎月20万？そうなんだよ。俺あいつの実家はただの貧乏農家だと思ってたんだ。でもそしたらかなり規模のでかい農家だったみたいでさ、実家の年収数億だって。え、しかも京子のお腹にいる子供は男の子だし、大事な後時の養育費だから毎月20万でも安い方だぞって。そんなすごいご実家だったんだ。こんな金額俺には無理だよ。ミカとの離婚の時に慰謝料も払ってるし、貯金だってもうほとんどないのに。ならもう覚悟決めてもう合理したら、年収数億の向こうになれるのですごいじゃない。いわゆる逆玉ってやつよね。俺もそのことは少し考えたよ。でも彼女のご両親がそれは許さないって。え、京子や孫のために戸籍上無効にさせるけど、俺のことは婿として認めないって。だから俺はボロボロの離れで暮らせって。あら、しかも仕事は知り合いの農家に俺を貸し出すって。朝から晩までずっときつい力仕事でもやってろって。それは都会育ちの優太には大変そうね。大変どころか地獄だろ。無効にするメリットが一つもないんだぞ。俺にはもう地獄か地獄、二択しかないんだぞ。でもどちらかは選ばないとよね。どっちの地獄がいいかしっかり考えなさい。俺そんなの嫌だよ。頼むよミカ、俺を助けてくれ。俺とまたやり直そうよ。はぁ、京子は言ってくれたんだ。もしお前が俺とまた一緒になりたいって言うなら、養育費も迎えにも諦めるって。お前には頭が上がらないからそれだけは許すって。京子さん、だから頼む、俺を助けられるのは今地球にお前しかいないんだ。もう二度と浮気はしないし、お前を幸せにするって誓うよ。だからお願いします、俺とまた結婚してください。ごめんなさい。えー、いや当たり前でしょうが。っていうかあんたは少し彼女を見習いなさいよね。すべて自業自得でしょ。少しぐらい自分から責任を取ろうとしなさいよ。でも月20万の養育費なんて。じゃあその体を売って向こうにでもしてきなさい。もう付き合いきれないから私あんたはブロックするわ。ブロックって嘘だろ。待って、俺を見捨てないで。じゃあ元気でね。京子さんとお腹のお子さんにこれ以上トラブルが起きないことを願ってるわ。結局元夫のゆうたは月20万の養育費は無理だと向こう入りすることにしたようです。今京子さんのご実家の家内で暮らしながら、朝から晩まで農業とは何たるかを叩き込まれているとか。もちろん京子さんのご両親からは今も快く思われていないらしく、向こう入りしても一度も口を聞いてもらえないとか。そして京子さんはその後無事に赤ちゃんを出産しましたが、ご近所さんや地元の友人たちからいろいろな噂を流されて肩身の狭い思いをしているようです。それでも全て自業自得だと前を向いて頑張っているとのことなので、私はひっそりと彼女が選んだ道を応援したいと思います。お姉ちゃん、お願いがあるんだけどちょっといい？私のネイルまたお姉ちゃんにやってほしいんだよね。え、また？ほら、今週末は私の結婚式でしょ。その時のネイルをやってほしいんだよね。ウェディングドレスにぴったりな可愛いネイル。そんなこと急に言われても困るわよミカ。今週末ってもう時間がないじゃない。え、なんで？
寝るぐらい全然余裕でしょ。結婚式のデザインならいろいろ考えないといけないし、それにもう今週は予定がいっぱいなの。ミカにネイルしてあげる時間なんてないのよね。そんなの身内特権でどこかに無理やり入れてよ。可愛い妹が結婚式のネイルをお願いしてるんだよ。少しぐらい無理してくれたっていいじゃん。またそうやってあんなに無理させて。どうせ何度断っても Y みたいにすごく連絡してくるんでしょ。大当たり。やってくれるって言うまで毎日連絡してやるんだから。はいはい、そういうことなら分かったわよ。式前日に空きを作ってあげるわ。連日あんたの対応してちゃ仕事に支障が出るからね。やったー、さすがお姉ちゃん。でも旧対応の特別料金はいただくからね。正規のネイル料金にウェディングデザイン料、それに特別料金を足した金額をちゃんと支払ってもらうわよ。ああ、ちょっと待ってよ、妹からお金を取るつもりなの？当たり前でしょ。それに次回からは正規料金取るって私はちゃんと言ってたわよ。前回は特別に無料でやってあげたけど、もうそういうのはいたしません。ああ、身内の妹からお金を取るとか最悪なんですけど。妹とか家族とかは関係ないの。身内でもしっかりサービス料金払ってもらいますからね。でも私は美人でモデルもやってるしさ、ここは無料でもいいと思うんだけどな。はい？だって私今までこういうの全部無料だもん。美容院もエステもネイルも今まで無料でやってもらってたんだよね。お金なんで一度も払ったことないんだから。それはミカがモデル割引とか PR 価格でやってもらってるからでしょ。ほんと美人ってお得だよね。可愛いだけで全部無料にしてくれるんだもん。むしろ向こうから無料にするからお願いしますって頭を下げに来てくれるし。はいはい、そうですか。美人はいろいろとお得でいいですね。はぁ、ごめん。ブスなお姉ちゃんはそんな特権味わったことないか。むしろブス施術料で追加料金取られたりして。はぁ、いや、もしかして怒っちゃった？やだ、お姉ちゃんのブスいじりなんていつものことじゃん。こんなんで怒るとかカルシウム足りてないんじゃない？ちょっとミカ、あんたいい加減にしてよね。それがネイルを頼んでいる人の態度なの？ごめんごめん。それじゃあ私の結婚式用のネイルよろしくね。可愛かったら SNS に載せてあげるし、それでお客さんが増えたらいい広告宣伝だよね。私にお金を払ってでも広告をお願いする人だっているんだから。むしろお姉ちゃんは無料で私に施術できてありがたいと思ってほしいな。は？それじゃあ可愛いネイルよろしくね。ごめんね、エリカ。今度の施術時間について連絡したの。ものすごく申し訳ないんだけど、週末の予約って日程をずらせたりしないかな？全然大丈夫よ。でもどうかしたの？リナが時間変更をお願いするって珍しいね。実は緊急で妹のネイルをすることになってね。週末の結婚式用ネイルを前日にしなきゃいけなくなったの。なんだそういうことか。それならなおさら変更 OK だよ。ありがとう、本当に助かるわ。気にしないでよ。もともと私はお店の宣伝写真用に安くしてもらってるし、変更後の施術時間もリナの都合がいい時で全然 OK だから。もう本当に助かる。迷惑かけたお詫びに何か追加のデザインつけとくからね。え、いいの？めちゃくちゃ嬉しい。でもリナが妹の結婚式ネイルをやってあげるなんて意外だね。あんたたち姉妹仲は全然良くないのにさ。それがついさっき緊急で頼まれたのよ。何度断ってもやってあげるって言うまでしつこいだろうし、受け入れるしか選択肢がないんだよね。さすがミカちゃん、わがままっぷりは健在だね。一応今回はちゃんと正規料金を請求するつもりだけど、これも支払ってくれるかどうか微妙なところなんだよね。やるからにはしっかりやりたいけど、その分の手応えもないと思うとあまりやる気も出ないっていうか。え、嘘でしょ？妹なのに料金支払ってくれないの？妹から金を取るのかって絶対に支払ってくれないのよね。だからしばらくはずっと断ってたんだけど、さすがに結婚式の頼みまでは断りづらくてさ。もうリナは優しいんだから、そういうところがあるからミカちゃんはさらにわがままになるんだよ。
まあでも晴れの日を任されるのは嬉しいし、ウェディングデザインも初めてだからいい挑戦だと思って頑張るよ。あ、もしよかったら今度デザインの意見をくれないかな。エリカは結婚式経験者だし、どんなデザインが花嫁受けするか見てほしいの。全然任せて。私リーナのネイルデザイン見るの超大好き。ありがとう。それじゃあ施術時間が決まったらまた連絡するね。お姉ちゃん、昨日は可愛いネイルありがとう。ウェディングドレスも着てみたけど、ネイルデザインもまさにぴったり。可愛すぎてずっと写真撮ってるんだけど。喜んでくれたならよかった。式場スタッフさんも素敵ですっていっぱい褒めてくれるの。もう本当に最高すぎ。よかった。周りの方にも好評なんだね。ところでミカ、こっちは今式場に着いたところなんだけど、ちょっとおかしいんだよね。近くにいるスタッフさんに確認取ってくれるかな。どうしたの？受付に私の名前がないみたいなの。招待状は持ってきてるんだけど。受付に名前がない方は中に入れませんって言われちゃってさ。悪いけど近くの式場スタッフさんにあなたから伝えてくれる？受付表に新婦の姉が抜けてますって。なんだそれね。大丈夫だよ姉ちゃん、受付表は間違っていないから。え？だから受付に名前がない人は書いてくれるかな。お姉ちゃんのせいで他の人が受付できないし、邪魔なだけだからとっとと家に帰ってよ。それはどういうこと？私は新婦の姉なのに結婚式には出るなってことかな。そうだよ。あんたはネイルだけやってくれたら用済みなの。だから今すぐ帰ってちょうだい。なんですって？だって美人でモデルもやってる私の結婚式にブスの姉がいるとかありえないじゃん。招待してる友達もみんなモデル仲間とかだし、そんな式場にブスなお姉ちゃんがいるとかなり浮いて目立つんだよね。だから姉を式場から追い出すっていうの？無理やり結婚式用のネイルをやるだけやってもらって、なのに家に帰るって？もう帰れ帰れ。じゃあせめてネイルの料金だけでも払いなさいよ。お金を受け取ったらおとなしく帰ってあげるわ。ああ、私無料でお願いって言ったじゃん。 SNS にはもう載せてあげたし、それで料金分の仕事はしてあげたでしょ。嘘でしょ、本当に料金を踏み出すつもりなの？しかもその上で姉を追い出すなんて。ブースの姉とか呼ぶわけないじゃん。ほら、受付の邪魔だから早く帰んなよ。あっそう、なら帰るわね。とっとと消えろ。ブースに払う金はないんだよ。それじゃあ昨日は豪華な結婚式ネイルありがとね。可愛いネイルで今日一日楽しみます。ちょっと、どういうこと？お姉ちゃんたら、なんてことをしてくれたのよ。え？昨日の私の結婚式炎上してるんだけど、どうしてくれるのよ。お姉ちゃんのせいで全部台無しじゃない。炎上って？ネイル料金を踏み倒したとか、実の姉を追い出したとか、なんでこんなことがバレてるの？たくさん拡散されてて、もう収拾がつかないじゃない。ちょっと待って、あの状況が全然わからないんだけど。こっちだってもう何が何だかわからないわよ。え？すっごく幸せな結婚式をインスタに載せたのに、みんなにたくさん祝福してもらえると思ったのに、なのに批判コメントばっかりつくんだけど、なんなのよこれ。早くどうにかしてよ。早くなんとかしないと仕事に影響が出ちゃうじゃない。知るかボケ。全部事実なんだし仕方ないでしょうが。はぁ、炎上で苛立つのはわかるけど、こっちのせいしないでよね。どうしてそうなったのかなんて私は知らないし、言及は料金を踏み倒して姉を追い出したあんた自身の言動じゃない？はぁ、何よその言い方。私が全部悪いって言うの？なとしか思えないけどね。とりあえずどういうことなのか私も SNS を確認するわ。リーナ本当にごめん。まさかあんなに拡散されるとは思わなくて、勝手に投稿して本当にごめんね。え？実はその、ミカちゃんの炎上は私が発端なの。私が SNS に投稿したせいで、ミカちゃんの SNS が炎上しちゃっているの。エリカが発端なの？リアのウェディングネイルのデザインを SNS に載せたらね、
それがミカちゃんファンに見つかっちゃったみたいでさ、そこから火がついちゃったみたいなんだよね。どういうこと？なんでそれで炎上するのよ。昨日結婚式を追い出されたって私に愚痴ってきたでしょ。それを聞いて私、ミカちゃんの態度にものすごく腹が立っちゃってさ、こないだ見せてくれたネイルデザインを勢いでアップしたんだよね。こんな素敵なデザインを踏み倒すなんてありえないって。もしかしてその投稿が妹のミカじゃないかってファンにバレたってこと？そうなの。ミカちゃんも結婚式の写真を大量にインスタにアップしてたからさ、ネイルが完全一致ってことでものすごい勢いで炎上しちゃってるの。そんなことってあるんだ。ファンの人もよく気づいたわね。しかも結婚式の出席者がどんどん火に油を注いでるんだよね。そういえばお姉さんらしき人がいなかった。式前にお姉さんが帰るところを見た。受付でトラブってるところ私を見たってコメントが出てきてさ。え、それで無料で姉にネイルをやらせた上にもしかしたら追い出した疑惑も出てきて、もうとてつもなく炎上してるのよ。なるほど、そういうわけね。まだ状況把握できてなかったから助かったよ。教えてくれてありがとね。うん、本当に今回の件は勝手なことしてごめんね。本当にネイルが可愛かったから悔しくてさ、ちょっとでもリナのネイルが広まってくれたらいいなってそう思っただけなのよ。でもまさかこんなことになるとは思わなくて。私のために怒ってくれたのは嬉しいし、それゆえの行動なのは分かってるよ。だからエリカに対して怒ってもいないから安心して。でももう遅いかもだけど、とこ一旦消してくれるかな。当事者としてはこれ以上大ごとにもしたくないんだよね。わかった、すぐに消すね。ひどいよお姉ちゃん。炎上させたのお姉ちゃんの友達なんだってね。いやー、まさか何気ない友達の投稿はこうなるとはね。 SNS って改めて怖いものだね。ああ、のんきなこと言ってんじゃないわよ。あんたたちのせいでこっちがどれだけ引き締めを頑張ってると思ってるの。ファイの説明も必死なんだから。え、ちゃんと説明したの？したに決まってるでしょ。姉のことは結婚式場から追い出してないし、ネイルも姉が善意で無料でやってくれたって説明したわよ。何それ、全部嘘っぱちじゃない。うるさい。姉は仕事が忙しくて帰っただけってことにしてるからね。だからあんたもこの設定を守ってね。ちょっと待ってよ、私にも嘘をつけって言うの？妹の名誉のためなんだから仕方ないでしょ。これがきっかけで昨日から仕事依頼が激減してるのよ。こっちは死活問題なんだから。でも私は嘘なんてつきたくないな。料金踏み倒しも追い出されたのも全部事実だもん。嫌なことされたのにそんなことされてないって言いたくないよ。そんなお姉ちゃんの都合なんて知らないわよ。いい？こういうのは最初に言ったもん勝ちなのよ。え？さっきの設定で説明したら、もう私のファンはみんな信じてくれたもんね。そうですよね。ミカちゃんがこんなことしないですよね。なんだったら、きっとお姉さんのひがみですよ。って、私のことを擁護してくれてるんだから、やっぱり美人だといろいろお得だね。じゃあそれ、私が本当の証拠を出せばまたひっくり返るよね。え？嘘を信じてる人がいるなら、誤解を解いてあげないとね。私とミカの実際のやりとりを公にすれば、きっと一発で誤解が解けるよね。そんなことしないよね。ただの冗談だよね。どこのラインを出せばいいのかな。いつものブスとか罵倒してるところがいい？それとも何度断っても無料でってところかな。やっぱり式当日の帰るってところを出した方が、きっとみんな信じてくれるよね。ちょっとやめてよ、嘘でしょ。本当に出すつもりなの？だって私嘘なんてつきたくないもん。なんで被害者側が加害者のためにつきたくもない嘘をつかないといけないのよ。でも、せっかく、じゃあもう収まりつつあるんだし、そんな余計なことしない方がいいんじゃないかな。悪いけどこっちはまだ収まっていないんだよね。あんたの姉がやってるネイルショップはこちらってどこかで特定されてるみたいなの。そのせいで実際のところどうなんですかって問い合わせも多いのよね。今のところは全部スルーしてるけど、もしかしたら今後の仕事に影響も出そうだしね。やっぱり身の潔白だけはやっておく必要があると思わない？身の潔白ってそんなことしたら私が嘘をついてるってバレるじゃない。そうだね。でもそんなの私には関係ないことだから。待ってよ、嘘でしょ。お姉ちゃんなのに妹を見捨てるの？自分だけ助かればいいと思ってるの？だって私たち
身内だし。え、自分だけお得だったらそれでいいのがミカだもんね。だから私もミカの真似して自分だけ助かるならそれでいいかな。そんな。それじゃあまた火消し作戦頑張ってね。こっちも潔白証明頑張るからさ。友達のエリカが SNS に強いという弁護士さんを見つけてきてくれたので、その方に指導してもらいながらお店のホームページに騒動の経緯と真意を証拠付きで載せてみました。その結果、ミカはすぐに嘘の謝罪投稿がバレて、またも炎上騒動に。その後は友達やモデル仲間などから、日頃からブスなどの暴言がひどいことや、ファンを見下していることも暴露され、ファンも仕事量も激減していると聞いています。ちなみに私はというと、無事に潔白が証明できた後は、ありがたいことに新規のお客さんが激増し、今では予約半年待ちのネイリストとして活躍しています。そのほとんどがウェディングデザイン希望というのはいろいろと複雑ですが、これからもお客さんに喜んでもらえるように頑張っていきたいと思います。ゆりちゃんやったわ。私の予想通り適合していたわよ。え、息子の両手の腎臓ドナーにゆりちゃんが適合していたのよ。こないだ検査を受けてもらったじゃない。あの検査の結果もう出たんだね。そして私適合してたんだ。やっぱり私の予想通りだったわ。イボ兄弟とはいえど、ゆりちゃんと息子のりょうたは父親が一緒の兄弟だもの。ドナー適合していて当然よね。お父さんもミキさんも適合しなくて最後の賭けだったもんね。まさか私が本当に適合していたなんてびっくりだよ。これでりょうたは助かるわ。コウキさんと再婚してりょうたを授かって順風満帆だったのに、りょうたに腎臓の病気が見つかって、ここまで本当に辛い日々だったけど、これでようやく解放されるわ。二人とも治療費をかき集めたり、入院中の看病で大変だったもんね。そうなのよ。いくら保険検診でも治療費は高いし、入院したらりょうたはまだ小さいから私がつきっきりだし、ここ数年間は本当に毎日地獄だったんだから。ミキさんもお父さんもここ数年で体重めちゃくちゃ減ったもんね。でもそれも今日限りよ。念願のりょうたのドナーが見つかったんだものね。腎移植さえすればりょうたは普通の子供と同じように学校に通いだし、すくすく成長できるんだから。腎移植が成功すればだけどね。え、拒絶反応もあるみたいだし、手術成功しても大変だって聞いてるよ。一旦回復してもまた腎臓の病気になる可能性もゼロじゃないんでしょ。それはちゃんと薬を飲めば大丈夫よ。とにかく今は早く腎移植をすることが大事なの。だからゆりちゃん、早速手術してもらうわよ。え、早速？そうよ。もう私は1分1秒すら惜しいの。早く腎移植して早く健康なりょうたを抱きしめたいのよ。腎移植手術を最短でやってもらえるようにお医者さんにも頼んであるわ。ちょっとミキさん落ち着いてよ。そんな早くって言われても困っちゃうよ。何が困るのよ。あなたはただベッドで寝て腎臓1個を弟に明け渡すだけ。こんな簡単なことで弟の命が助かるんだから早く病院に来なさい。だから落ち着いてよミキさん。私はドナー適合の検査を受けただけ。腎移植なんてするつもりないんだからね。え、移植しないの？うん、しないよ。寝て終わる簡単な手術って言ってるけど、内臓移植だよ。私腎臓一つ失うんだよ。リスクのあることなんてできないよ。何を言っているのよ。リスクなんて日本の医療技術なら大丈夫よ。それよりも両手を助けることが最優先じゃない。私の最優先は私の体。悪いけど、ドナー適合者でも私は移植を拒否するからね。何ですって？そういうわけだから、じゃあね。他に早く別のドナー適合者が見つかるといいね。じゃあねじゃないわよ。ちょっと待ちなさい。話はまだ終わっていないわ。え？どうして腎移植してくれないのよ。あなた息子の両手を見捨てるの？あなたにとって血のつながった弟なのよ。でも生まれてから一度も会ったことのない弟だもん。え、見捨てるのって言われても、そもそも会ったこともなければ家族っていう実感すらないんだよね。私からしたら両手なんてほぼ他人だよ。他人ですって？だってそうでしょ。ミキさんとお父さんが再婚したのは嬉しかったけど、
その直後に私は実家から追い出されたんだからさ。追い出されたって何よその言い方は。私は事実しか言っていないつもりだよ。中学卒業のタイミングで再婚して私のことを全寮制の他県の高校に追いやったくせに。あれはゆりちゃんの将来を考えてのことって言ってるじゃない。離れるのは辛かったけど、グローバルな校風とか東大進学率の高さとかゆりちゃんのことを思ってこうきさんと決めてあげたんだから。今さら恩着せがましいこと言わないでよ。私の大学進学費用も使い込んでおいて何が将来を考えてだよ。それは事故で亡くなったお母さんが私の進学費用にって保険を残してくれていたのに、それを勝手に使い込んで、そのせいで当時学年で一人だけ大学に行けなかったんだから。だからそれも言ってるじゃない。あの時はどうしてもお金が必要だったのよ。亮太が生まれたてでいろいろお金が必要だったの。何がいろいろよ。私の学費を使い込んで赤ちゃんの亮太に数百万の英語教材を買い与えてただけじゃない。子供の将来は生まれた時からの環境が大事なの。あの教材は必要不可欠なものだったんだから。私にとっても大学の進学費用は必要不可欠なものだったんだよ。うん。それでも英才教育したかった亮太は病気が発覚、数百万の教材は無駄になって、そのせいで今は治療費をかき集めるのに必死なんだもんね。毎日大変だとか言ってたけど、私は少しも同情できないや。だからドナーに適合しているのに拒否するっていうの？こんなのってひどいわよ。私たちの恨みを亮太にぶつけるなんて、亮太は何も関係ないじゃない。好きなように言いなよ。でも何を言われても私の決意は変わらないんだから。え？人食なんかしてやらない。追い出した私を頼ろうなんて虫が良すぎるんだよ。あんな小さいガキだったのに口ばかり達者になって、あなたの母親はこんなにお願いしているのよ。娘なら黙って言うこと聞きなさいよ。戸籍上は母親でも私はあんた母親だなんて思ったことないもんね。うるさい。高校卒業まで誰のお金で暮らしたと思ってるの。育てた王を返すと思って弟にドナー提供しなさいよ。育てられた王なんて一つもないから。え？いやいや、よく考えてよ。中学卒業のタイミングでそっちは再婚、私は県外に追い出され、私一日もミキさんと暮らしたことないんだからね。でも親として連絡は取り合っていたじゃない。お父さんとはね。ミキさんとは連絡なんてろくに取り合ってないっつーの。そうだったかしら。一応お父さんには生まれた時からお世話になってるしね。育てられた恩はあるかもだけど、私の楽器を使い込んだ恨みでチャラだよね。え？お父さんにもミキさんにも私が感じるべき恩なんて一つもないと思う。だからドナー提供しなくてもいいよね。返す恩がないんだもの。なんですって？むしろ私が恩を売る立場？人食してほしいなら頭を下げてお願いしなよ。まああくまでお願いだからするしないの決定権は私にあるんだけど。ちょっとゆりちゃん、大人をからかうのもいい加減にしなさいよ。こっちは亮太の命がかかってるのよ。私にとっては見ず知らずの人の命を語られても困るよ。ミキさんだってそうでしょ。この世界のどこかで怪我をしてる人のために自分の臓器差し出せる？それはだよね。即決で差し出すなんてできないよね。私にとって弟の亮太はそういう存在になってるんだよ。でも亮太は世界のどこかにいる子じゃないの。日本にいるあなたの弟で、私とコウキさんにとって大切な息子なの。なら腎臓一つ2000万でいいよ。は？ネットで調べたら闇市場での腎臓価格って約2000万なんだって。だから2000万でいいよ。それを払うなら私腎移植してあげる。は？私たちからお金を巻き上げようっていうの？ゆりちゃん、いくらなんでもそれはひどいわよ。あなたたちが使い込んだ私の学費が1000万、その利子分込みと考えたら納得してもいいんじゃないかな。何が納得よ。2000万なんて払わないんだから。あーちゃー、じゃあドナー探しはまた一からだね。頑張って。言われなくても頑張るわよ。もういいわ。あなたになってもう二度と頼まないんだから。コウキさんもあなたの言動にブチギレよ。ブチギレてる暇があるなら私の学費を返せってお父さんに伝えておいてよ。ちょくちょく連絡してるんだけど全て無視されてるんだよね。
そんなの無視されて当然でしょ。だいたいね、学費を返せって言うならそっちがまずお金を返しなさいよ。はあ、私あなたたちからお金なんて借りたことないんだけど。何言ってるのよ、あなたをここまで育てたお金に決まっているじゃない。え、コウヒさんがブチギレながら言ってるわ。あんたが生まれてから支払ったお金全額返せですって。ざっくり3000万ほどだって言ってるわよ。高校卒業まで3000万も？牛家庭時代はシッターとかかなり使っていたみたいでね。だいぶお金をかけたから、それくらい払いですって。払い下に3000万請求って、お父さんもミキさんも心底軽蔑するよ。うるさい！こっちも亮太の治療費がそれなりにかかっているのよ。あんたも請求するならこっちも請求したっていいじゃない。開き直りかよ。ペペペペペー、3000万だって払えるわけないわよね。なら潔く住職した方がお得なんじゃないかしら。移植さえしてくれたら請求はしないでおいてあげるわよ。なるほどね、次はそういう風に出てくるわけか。さあ好きな方選ばせてあげるわよ。育てた恩として3000万を払うか、腎臓を渡すか、好きな方選ばせてあげるわ。もちろん住職の方がお得よ。お金も腎臓も渡しません。え、人職は怖いしリスクあるからもちろん拒否ですし、育てた恩の3000万ならとっくにお父さんに渡しています。ええ、お父さんから聞いていないんですか。あの人は私の学費だけでなく母の遺産まで勝手に手をつけていますから。遺産？何よそれ、どういうこと。母は学資保険で私に大学までの進学費を残してくれました。でもその他に私に貯金3000万を残していたんですよ。親族の方から聞きましたが、亡くなった祖父母の遺産に全く手をつけていなかったようです。貯金3000万？父も最初は私のお金だからって手をつけなかったのですが、ミキさんとの交際が始まったあたりからこっそり使っていたんですよね。私は知らないふりをし続けてあげましたけど。え？他県の高校に追い出された時に確認したら、もう通帳には1円も残っていませんでした。今まで不問にしていましたが、これからも不問にしておいてあげます。私を育てるのにかかった費用の返済とチャラでいいですよね。よくないわよ。そんなのでチャラになったら亮太の腎臓はどうなるのよ。さあ、え、私には関係のないことです。どうぞ家族3人で頑張って考えてください。何を言ってるのよゆりちゃん。あなたもううちの家族じゃない。こういう時は家族が一致団結して頑張りましょうよ。私あなたたちと家族のつもりはありません。え、私を追い出したお父さんもミキさんも会ったこともない弟も私にとっては家族ではありません。私一人でも生きていけるように、今は社会人大学生なの。社会人大学生って、え、働きながら学校に通っているの？うん、あのまま諦めたくなんてなかったからね。ミキさんたちもきっと私みたいに諦めなかったらうまくいくよ。それじゃあドナー探し頑張ってね。ミキさんたちは片っ端から親族にドナー検査をお願いしているようですが、なかなか適合者が見つからずかなり苦戦しているようです。父親からは、当時はすまなかった、考え直してくれと連絡が来るようになりましたが、今まで無視された分だけ私も無視しようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。